ジーダンです。それでは前回の動画で、開封してね、確認しました。こちらのね、SD ガンダムクロスシルエットの、シャア専用ザク2ですね。こちらを組み立てていきたいんですけれども、まずは、このクロスシルエットとシルエット、ブースターですね。こちらの、パーツは使わずに、このキットね、シャア専用ザク2のキット単体でね、組んでいきたいと思います。でまだこんな感じにね、パーツの方を切り出してませんので、パーツを切り出しつつ、組んでいきます。でこのクロスシルエットシリーズに関してはもう何体かね、組んでますので、そこまで迷わずに組み立てていけるとは思うんですよね。で今回はまあまあ仮組ということでね、塗装前の、まあ、全体のね、雰囲気を確認する、仮組ということで、そんなにねかっちり、ゲート処理等はせずにね、もうサクサクっと組んでいきます。これで、本体部分の組み立て完了しました。で、モノアイの部分はね、今真っ黒な状態ですけれども、本当はね、ここにクリアパーツをね、差し込むんですが、とりあえずね、今は仮組みということで、モノアイは、作らずにね、組みました。クロスシルエットを使わずに、組み立てると、こんな感じですね。そして今度は、こちらをね、クロスシルエットフレームに、組み替えていくんですけれども、まあ、組み替えるにはもうほぼほぼね、分解していかないといけないんですね。頭以外は、全部分解してこのグレーのね、フレームを、まあ、ガンガンこう入れ替えていくことになります。そしてもう一度、このクロスシルエットフレームですね、これを中に差し込んで組み直していきます。よし、これでOK ですね。で続いて、腕の部分ですけれども、これもね、こちらの、クロスシルエットフレームに、差し替えていきますので、もう外装をねサクサク外してしまって、もう一度組み直しですね。こんな感じになりました。肘のね、関節がこうできた感じですね。今までの、普通のフレームだとね関節がありませんけれども、こんな感じで、ね、かなり長くなった印象ですね。でまだ組み替えてない方と比べるとこんな感じに、まあ、肘の関節分腕がこう伸びたようなね、状態ですね。でこの足の部分も、こちらのね、クロスシルエット用のフレームに、差し替えていきます。2つ並べるとこんな感じになりました。でさらにクロスシルエットはねこの足の付け根のパーツもありますので、これをグッと差し込んで、これで元の状態と比べてみると、まあ、かなりね、足の長さがね変わった感じがありますよね。太ももの部分がもう丸々ついてますので、結構ね、印象変わるというか、まあ、足はねかなり長くなった感じですね。そして、まあ、足の部分をね組み替えたことによって、この足の付け根の部分ですね、こちらも変更しないといけませんから、ここももう一度ね、分解して、こちらのクロスシルエットフレームですね、こちらに、差し替えることになりますね。グッと差し込んで、これで、OK ですね。であとは、またねこれらをすべて合体させまして、こんな感じに、クロスシルエットの、シャア専用ザク2、組み立て完了です。で続いて、今度はね、シルエットブースターのフレームに組み替えていきますので、またそれぞれ、パーツをね分解して差し替えていかないといけないですね。
でまた分解しました、こちらの、ね、腕のパーツなんですけれども、差し替えるところはこのパーツなんですね、まあ、二の腕のパーツですね、肘の上の部分のパーツなんですけれども、これがねまたちょっとボリュームが上がるパーツになりますので、もう一度分解しまして、この関節の部分ですね、ここを差し替えることになります。ちょっとねこれでまた長さも若干伸びるんじゃないですかね。こんな感じに、先ほどよりもやっぱりこの二の腕の部分ですね、ここのボリュームが上がりましたよね。で、まだ差し替えてないクロスシルエットのね、分とこう左右比較してみると、また若干腕の長さがね伸びたかなというところですね。まあまあ、 あの二の腕の部分のねボリュームが上がってますので、その分、長さがね、長くなってます。続いて、足の部分のパーツはこのね太ももの部分ですね、ここを差し替えていくんですけれども、こちらのパーツですね、ちょっとこう丸っこいザクっぽいね、パーツがあるんですけれども、これにね、差し替えていきます。ボリュームもね、また腕の時と同じように大きくね、なりますね。よし、これで OK ですね。あ、なんかやっぱりこう丸みを帯びてきたので、ザクっぽい足になりましたよね。でもう片方ね、まだ差し替えてない方と比べるとこういう状態で、足の長さ自体はそこまで変わらないとは思うんですけれども、やっぱりね見た目がね全然違いますよね。やっぱ丸っこい方が、まあ、ザクという感じでね、いい雰囲気がね出てきてくれたんじゃないですかね。そしてまた、パーツをね、本体に戻して、まあ、シルエットブースターはね胴体のパーツは関わってこないので、手足の、ねパーツになりますから、これでまた、パーツを組み直すと、こんな感じになりました。SD ガンダムクロスシルエットの、クロスシルエットフレームを使って、さらに、シルエットブースターも使った、シャア専用ザク2の、ね組み立て完了です。まあ、こんな感じにシルエットブースターまでこう段階を追ってね、組んでいったんですけれども、本当はね、もう一段階ありまして、スーパーデフォルメフレームというね、まあ、ギュッとちっちゃくなった。まあ、足がね、もう腰の下からこう足のつま先が出てるような、まあ、ちっちゃくなるね、パターンもあるんですけれども、まあ、僕は今回ね、まあ、クロスシルエットのこうちょっとね、頭身が上がったバージョンで、組む予定にしてましたので、こちらの方のね、まあ、あの大きくなる方向で、組んでいきました。やっぱりね、シルエットブースターのこういいところというかね、いい感じのところがやっぱこの太もも部分で、ちょっとね、手で隠れてますが、このね、やっぱり太ももがこうザクっぽい太もも、あのシルエットブースターは、まあ、連邦軍系、まあ、ガンダム系のこう太ももと、まあ、ジオン系ザク系の太ももっていう形で角張ったタイプとこう丸みを帯びた、ね、タイプっていうことで2種類あるんですけれども、このねやっぱりこうザクにはこの丸みを帯びたザクっぽい太ももをつけると、まあ、ますますねこうちょっとこう HG の方に、ね、近づいてきて、かっこよくなりますね。で、あとねこの手の先の部分ですね、これは今変えてないんですけれども、シルエットブースターには手をガッと広げたタイプとかこうグッとねこう武器を持ったようなね、パーツもね含まれてますので、まあ、手のバリエーションもね、まあ、今度は緑色のね、ザクの時とは違って、そのあたりもねちょっとこういじっていこうかなというか、手の表情もね、まあ武器をね握った手あたりは作ってみようかなという感じですね。でちなみに前作った分と、並べてみると、現状はね、こんな感じです。まあ、こちら側はね塗装しているので重量感がね、若干増しているところがあってね、迫力はやっぱりこっちのね、現状の迫力は緑色のね、ザクの方があるんですが、まあ、これもね同じようなね、シャーザクの方も同じような雰囲気で塗装しますので、まあまあこちら側にね、近い臨場感を持った雰囲気でね仕上げていければなと思ってます。今回はね、まあ、組んだりバラしたりがねかなり激しかったので、結構ね指が痛くなっちゃいましたね。でこのね SD ガンダムのクロスシルエット、この刀身のねこの雰囲気僕結構気に入ってまして、まあ
なんかね、特にザクとかはね、ジオラマにやりやすい感じなんですよね。こうちょっとこうデフォルメされてるので、ジオラマもね、若干デフォルメしたジオラマというか、まあ、こうリアリティをそこまで追求しなくていいというか、あの100円ショップに置いてあるようなちょっとこう小物みたいなののこう横をね、なんか草の小物とかヤシの木のね小物とかね、ちょろっとあったりしますけれども、そのあたりとこう一緒に並べておいても全然大丈夫だね。まあ、あの可愛らしい感じなので、まあ、そういった感じでもう簡単にもう素組みのような状態で組んで、まあ、そういったねちょっとした、まあ、このくらいのなんかちょっとした小物があるじゃないですか。あれの横にこうポンと置いて、ジオラマ風にね飾るっていうのもいいんじゃないかなという感じですね。なかなかね、僕自身はね、このスケールはね、なんかマスターグレードとか、まあ、ハイグレード HG とかと同じぐらいの雰囲気で、結構ね好きな、カテゴリーだったりしますね。